さんこんにちは。今日は神社密集についてお話をしようと思います。よろしくお願いします。これ僕も何年前かな、数年10年近く前からこれいろいろ神社ミッション解いてる方、ブログとかね、 YouTube とか今本とかもあるのかな、そういう先生いらっしゃいますけど、今日は吉沢流というか久谷流について神社ミッションのお話をと思います。これ結局神社ミッションというのは誠誠意、誠意を天に示す、これが一番大事なんですよね。通常お賽銭を簡単に5円とか10円とか1円とか入れてパンパンよろしくお願いしますって言って、なんか一般お願い事してあんまり感謝しないで終わっちゃうっていうのが、一般なんですけど、これはそれを完全に払拭してます。誠意について、誠意を天に示す、これがすごく大事なポイントなんで、一番大きい諭吉さん、ちょっとお札変わりますけど、それ諭吉さんですね。今現在1万円札を お賽銭箱、神社に入ってね、お辞儀して取りくぐって入ってて、1万円札をお賽銭箱に入れるんですよ。その時に普通に入れないんですよ。お札に手の平にお札1枚札入れて、これ僕なんですけど、今日は〇〇〇神社にご参拝させていただきました、どこそこどこそこから来た、〇〇〇〇というものです。今日1万円の誠意をこの神社に誠を捧げます、誠意を示します。ですんで、私の誠意をどうか受け取ってください。この誠意によって神社の神様の力がますます癒さかえて、この神社に関わる人全員が幸せになりますように、私の特分だけではなく神の特分もあって、ここに関わる全ての人々が、地域が、土地が、波動が癒さかえますように、幸運になって幸せになりますように、よろしくお願いします、みたいなニュアンスを僕は込めるんですね。それでその1万円をその込めたまんまそって入れるんですよ。そしたら、お受けてくださいましたけどね、わすって言って一礼してそのまま帰っちゃうんですよ。あれ、お願いとか感謝とか、要するに祈りとみたいな祈りをグダグダ言わないで、1万円札に誠意だけ込めて、その誠意を掃除して気持ち極めて入れたら帰る。その時なんですよね。誠意を込めてそこに感謝を入れて、愛を込めて入れて帰る、その時なんですよ。そうすると神様側からそれを見たら、うお、こいつすべて愛と感謝で、わしとわしの関わる氏子とか関係者と守護している者たち、土地と地域とこの神社の繁栄と幸せに、誠意を込めてその誠を捧げて祈りに来たなと。自分のこと一切言わないで、お前の特分はうなぎ登りだし、わしらもエネルギーがアップしてお前の感謝と誠意のおかげで本当に嬉しいぞって言って、何も祈っていないのにその人の願いがどんどん叶い始めて、その人の行くべき道がその神社のご神徳でどんどん開き始めて、何か知らないけどとてつもなくものすごく強力に運が強くなります。神社のバックアップを 100% 全面で受けられます。これは天運という、天運、神社の神様はあなたが参拝したいと思ってそこに来てくれたことを誰よりも分かって感謝して熟知してるんです。そこを誠意を込めてお金を入れて、本当に感謝と愛で繁栄の気持ちで置いてさっと去るっていう、その潔い誠意の極まった姿勢は神仏を震撼させるんですよ、天を。そうすると誠が天にとって宇宙のゲートが開いて、エネルギーが降りてくるんですよ。で、空間ごと震撼して、その人はパラレルワールドをワープします。全く違うところにワープさせられます。それが天運に乗る、天界が用意した誠の運気に乗る、天運に乗るっていう、この大事な大事な一番大事な魂を遂げるときに天運に乗ることが一番大事なんですけど、神社ミッションによってあなたが天運に乗って
本来の天界、神々の引き上げに合う、その人の持っている命運を大きく超えた究極の使命、究極の働き、究極の人生のポイントをきっちりその人が収めて、自分軸で宇宙に貢献していくっていう素晴らしい一連の流れを成し遂げられるように、その人の既存の振動数をどんどん上げて、すごい高い次元でワープさせてくれます。これが祈願を超えた祈願であって、天運に乗って宇宙と天地を揺るがす方法です。その昔ね、菅原道真って人がいたんですよ。誠の道を極めるとね、言葉にしなくていいんだよ、その人の態度だけで天地が震撼して、お前は神の守護を受ける、心だに誠の道にかないなば、祈るとても神は守らん。まさにその菅原道真の言っている、誠の道にかなってたら祈らなくても天地守るんだよの究極版が、僕のこの話している天運に祈る神社ミッションです。この方法を一回試して見られると、その使用前使用後みたいに人生が大きく変わることを体感的に分かってもらえると思います。ですんで、ぜひ、これ1万円札って書いてあるんですけど、別に5000円でも1000円でもいいんです、経済的に厳しい人は。でもなるべく1万円がいいんですけど、その誠意を自分が本当にご縁を感じる神社、ここの神様と深く交流したいと思う神社を、まあ、どこでもいいんですよ、本当にいい感じのするエネルギーの高い神社はハートが知ってるんで、その自分の気分がふわって赤くなる神社を定めてもらって、そこの神社にこの神社ミッションをしてもらうと、天運に乗ってあなたの人生は本当に開きます。ぜひこの方法で、まあ、これ吉沢流の神社ミッションをされてもらえると、そのあなたの天命本当に開いて、本当に心の奥底から感動する人生になることをお約束します。今日は神社ミッションについてのお話でした。ご清聴いただきましてありがとうございます。じゃあねー。